公害形カビ科は、ケカビ目に含まれるカビの群の一つ。植物に加害する種を含む。公害形カビ科は、ケカビ目の中では、比較的古くから認められ、当初は、分生子を形成する、ケカビ類という扱いであったこともあるが、次第に、公害形カビとそれに類するもののみを含むものとなった。それらは、胞子の壁が丈夫で二つに割れること、胞子の胞子に筋があって、端に、 盲状の付属物があることなど、多くの特徴を共有する。かに共通する特徴を挙げる。古くは広く小耗子のあるいはいわゆる分育庫を形成する、カビ類をこれに含ませる考えもあったが、次第に、郊外カビとそれにごく似たものだけを含ませるようになった。その範囲では、以下の三族がこのトガに属する。さらに、次の族は、最初にこのトガに属させたものの、 その後独立化とする扱いが定着した後、最近になって再びこの都がに含められるようになった。上の三族は互いに共通する特徴が多く、特に大法指導と接合法指導については、族のレベルで区別できる特徴はない。現にブラケスレアは、郊外テカビ属とされたこともあるし、ポアトレナは、当初は、ブラケスレア属として記載され、後に、郊外テカビ属とされたこともある。 ジルベルテラは、接合胞子脳について大きく異なるが、大きい胞子脳については、やはり形態的には区別できない。土壌や植物遺体に生じるものが多く、郊外系カビやジルベルテラは生きた植物の花や果実に生じる。どの種も通常の培地で、培養可能で、菌主体をよく発達させるが、ジルベルテラ以外では、胞子形成が貧弱になりがちである。 郊外系カビとジルベルテラは、果物などに加害して腐らせることがあり、貯蔵中の腐敗をもたらす例も知られる。また、ブラケスレアはモデル生物として利用される例もある。この属はフィッツパトリックが1939年に建てたもので、その時、彼はこの都がに、郊外系カビ属とブラケスレア属の他に、クスダマカビ属を含めた。これは、頂きの表面に、 商法指導ない死分生死を密接するカビをまとめたという扱いである。この見方を継ぐものとして、例えば在都者へ通るは、このトガに、この山族のほかロパロ・ミセス、ラジオ・ミセス族、ガマのほかビ族、サンノ・ザ・ファリス、シグモ・イディオ・マイセスを含めている。これに対して1939年のニューモフによる結果微目のまとめの中で、彼はこのトガに、 公害化カビ族とブラケスレア族のみを置いた。これは、公害化カビと多くの共通の性質を持つ者の,のみを残した判断であり、ヘシルティンが1955年にこれを支持する旨を表明して後、多くの研究者がこれを認めるに至った。ジルベルテラは1960年に記載され、その無償生殖が公害化カビの大法子脳とほぼ同じであることで、公害化カビ化に含められたが、 その接合方式がカビ型であることがわかるとこの都がからカビ化に移す説が浮上し、1991年に独立の都がとする説が出た後はその扱いがほぼ定着した。ところが20世紀末よりの分子系統による分類の見直しによるとカビ目内の都がの分類は多くの問題をはらんでいて解決の見通しが立っていない。その中で珍しく 公害ケカビカは単系統であるらしいことが示唆されているのは興味深い。しかも、有性生殖の形が違うことを重視して分けられたジルベルテラが極めてこれらに禁煙であるとの結果も出ている。蒸気の扱いはこれを反映させたものである。しかしながら、そもそもこの属を独立化としたのが分類群の多系統性をできるだけ排除するための装置という面があったから、 このような結果に該当分野の研究者が、当惑しているらしい様子も伺える。とりあえず、結果ビメの他のトガがこれからどうなるかは、不透明ながら、このトガについては維持されそうである。ヘシルティン P248 に解説を加えた、形で記す。配偶指能が接触した点で両者が一度離れた方向に伸び、もう一度近寄って、その先端に接合方指能がつく。 やっとこの先にボールを挟んだような形になるベニー。ヘシルティンベンジャミンプ724ベニー。ベニー。この章の主たる部分は、ヘシルティンによる、ハット、在都者へ通る P139 ベニー P150 を、ダネルへ通る P294 を、ダネルへ通る P294 ベニー。ありがとうございます。